おはよう、みんな筋トレしてる？大会まで残すところ3週間を切りました山沢でございます。もうご覧の通りなんですが、顔も体もめちゃめちゃ痩せまして、2ヶ月間でね7キロは体重落としたんですけど、今日は1日のルーティンを通してどういう食事をとってるのかとか、体脂肪を落とすポイントとかお伝えしていけたらと思います。今日がローファットダイエット、炭水化物取るの最後の日になるんで、そのね食事もぜひ参考にしてください。もう朝はお決まりの EA ですね。プロテインじゃなくて家だったらね、必須アミノ酸15分ぐらいで血中に回るんで、朝一は家がおすすめです。これね、山本先生と山沢のコラボボトル、この前販売したんですけど即完売しちゃって、買えなかった方ごめんなさい。でマイプロが5月中に再販するって言ってたんで、お楽しみに。あとね、私山沢今コスパ最強 EA 作ってますから、それもねもうじき発売できるんですよ。見て、金大好き山沢の金のスプーン、これ使いどこわかんないの10g、 うまいね。やっぱこれ結構紹介するネイチャー館の CBD オイル、僕が使ってるのはこの 40% ってやつ、一番高いやつなんですけど、これね睡眠改善、ストレス緩和と、あと美肌効果でねずっと使ってるの。これ5月9日中までセールなんで、この動画公開からもう数時間で終わっちゃうかもしれないですけど、ぜひね概要欄チェックしてみてください。山沢コードでこれ安く買えます。実はお米をね、ジャスミン米からローカット玄米ってのに変えたんですよ。これ普通の玄米よりやや白米に近い玄米なんですけど、 GH が低いって意味ではジャスミン米の方がいいんですけど、このねローカット玄米の方がね、なんか水分たくさん含んで、かさがね膨らむの食べた感がある、腹持ちがいいのはねこっちかな。ほんと痩せたでしょ。もうこんだけ腹筋がね割れてくるとね、ずっと自分でも触っちゃうの塩麹につけておいて、鶏ハムちゃん。味付けはね、塩と一味ですね、これね。まあ、ほんといわゆるビルダー飯みたいのにちょっと手を加えただけなんですけど、もうね大会3週間前でね何食べても美味しいからね。僕が今やってるこのローファットダイエットって、炭水化物はね結構たくさん取んなきゃいけないんですよ。全体の 50% は炭水化物取って、タンパク質が 40% ぐらいで、脂質をね1日ねかなり抑えていくんで、もうお肉の脂身っていうのは全部カットするし、調味料の油っていうのは使わないし、ほんとこの卵の黄身から油取るだけかな。炭水化物、タンパク質、脂質のうち脂質が一番カロリー高いんで、皆さんダイエットされる時に脂っこいものを控えるだけでかなりカロリーカットできちゃうから、それだけでもね最初痩せますね。これね、おすすめのマルチビタミン、ビタパワー、これ毎食後飲むからね、1日5錠は飲むね。これね、ビタミン系は全部もうマルチビタミン、ビタミン C、 ビタミン B、 ビタミン Dとカルシウム、亜鉛、アルファ、リポ酸、クリルオイル、アシアーガンダかな、まあ、とにかく健康のためとコンディションのためですね、これね。サプリで直接筋肉が大きくなるなんていう考えはなくて、ただ体調を整えること、常に元気でいること、コンディションを整えること、疲労を早く回復させたりすることで結果的な筋肥大につながるんですよね。まあ、あとはそこにお金をかけるかかけないかっていう話になってくるんですけど、時計とネックレス、よくねどこのか聞かれるんですけど、ネックレスはこれノーブランドでね、ほんと5000円ぐらいのやつずっとつけてるんですよ。時計がねビトンのスマートウォッチ、これも3年ぐらい使ってるかな。僕ね結構気に入ったものをねずっと使い続けるんですよね、飽きるまで朝はねストレッチだけやって、で前回の減量って早い段階からヒートとか有酸素めちゃめちゃやってたんですけど、今回はねそれを温存してます。っていうのも減量後半って毎回慢性疲労がやっぱひどすぎて、まあ、オーバーワークですよね。実はかなりきつくなっちゃってるんですよ、動画であんま出さないけどね。今回はね有酸素とかヒートとかをなるべく最後の手段として温存して、もうラスト3週間だけ取り入れようかなみたいな感じだから、明日から本格的にねちょっと体重の落ち見ながらヒートとかやっていく感じです。そう、気づいたの、どうせトレッドミル歩くんだったらもう掃除とか家のことをやって有酸素しようと思って、だいぶねそれでね有酸素になるんですよ。ついにねナビゲーターちゃんが寿命で新しい車が決まりました。山沢ビル3階建てで、今日は脱毛しに、もうねだいぶひげはね
ないんですけど、こういうところって、まあ、やっぱねどんだけ脱毛やっててもね多少生えてくるんで、しぶとい毛をなくします。今日仕事で都内に行かなきゃいけなくてね、このお泊まりセット、お弁当とかね、タンパク質、あとサプリメントの準備が結構大切で、これ僕の中でも最低限のサプリメントたち。まあね、もう慣れたもんですよ。ビンチョウマグロ、あ、微妙、くちゃと、菜屋敷完成。オートミールも水吸ってかなりかさが膨らむから毎日食べてるんですけど、脂質ちょっと高いから1日1回。今日はですね、いよいよ5月21日にセミパーソナルジム1号店ねスタートしていくんで、研修に行ってまいります。私たちね、フィットエブリを100店舗全国に作るっていうのを目標でやってますから、皆さんの力こそがこの店舗の将来に関わってるんで、どうかいい店舗になるように皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。松橋鶴江雄三さん、はい、OK です。先生に褒められました。はい、そうだ。こういう感じでフィットエブリーはストレッチとトレーニングなんで、ストレッチしながらかなりやっぱ体幹も使うようなプログラムになってるし、自然とお尻だったりもも裏が伸びたりとかね、全身のストレッチを行いながらエクササイズができるというプログラムになっております。こういう正しいフォームでトレーニングが行えるように全身のプログラムが入ってるんで、はい、6、2、3、4、どうですか、内もも腹筋バキバキじゃないですか。40日前です。あ、すごいすごい。引き続き研修、ちょっと大変だと思いますけど、頑張ってください。はい、チーズ。いつも泊まってる渋谷のホテル、出張中のね、今 MacBook とか充電器、三脚ですね。僕が欠かせないはかりとかシェイカーね、欠かせないですね。この辺の化粧品関係で、タンクトップも欠かせないし、これライトとか持ってきて、これでねめちゃめちゃね明るくなるんですよ、これ部屋。新幹線でも食べてましたけど、赤身 100% のねハンバーグなの。これめちゃうまい。明日からケトなんで MCT 買いの買いなんで、マイフィットネスパルってのでカロリーと PFC を管理するんですけど、こう筋トレがオフの日もカロリーって基本変えちゃいけないんですね。トレーニングしないからって言ってカロリー下げちゃうと筋肉落ちちゃうんで、ここ腹筋がねバキバキになる。鏡に映ってる自分の背中がねやばいの。なんか自分で言うのもなんですけど、日本人でねこんな背中の人見たことないんだよな。あとね、タンパク質がね 20g ぐらい足りないの。サラダチキンでも買いに行こうかなと思ったんですけど、ちょっとね EAA10g とグルタミン 10g をお風呂入りながら飲みます。タンパク質としては液体よりも固形で取った方がいいんですけど、まあ、グルタミンに関しては免疫機能をかなり守ってくれるんで、トレーニングオフでもね飲む価値があります。あーじゃー、あったねサムネ候補に漏れそうだなと思ったら、とりあえずサムネ撮っとくんですよね。はい、今日の Vlog いかがだったでしょうか。大会まで残すところもう3週間なんで、最後の一絞り頑張ります。で、大会3週間前にちゃんとこうやってオフが取れるって実は今までの大会でなくて、山本先生からねオフちゃんと6日やったら1日は入れるように言われてるんですけど、どうしても選手あるあるで後半ってね怖くなって休めなくなってくるんで、オフなしでね最後ヘロヘロになりながらやってたんですけど、やっぱり過去の減量で学んだのが、オフなしで毎日やればやるほど体重落とせるかって言ったらそうじゃないんですよね。やっぱり疲労が溜まってしまうほど体防衛本能も働いちゃうんで、今回ね今までで一番いい減量ができております。かといって絶対甘いコンディションではもう出ないんで、そこはねフィジック選手としてプライド持ってますし、優勝目指してますから、皆さんにね過去最高の体がお届けできるように頑張ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。